コークス、コークス、ドイツ語、コークス、英語、コークとは、石炭を貫流、蒸し焼きして、炭素部分だけを残した燃料のことである。漢字では、外炭と書く。石炭を高温で蒸し焼きにする貫流工程により、硫黄、コールタール、ピッチ、硫酸、アンモニアなどの成分が抜ける。この工程を経ることで、燃焼時の発熱量が元の原料の石炭より高くなり、 高温を得ることができることから、蒸気機関車や鉄工業などを中心に、近現代においても、交通機関や重工長大産業に、重要な燃料となっている。外見は石炭に似るが、多項質であるため金属光沢は石炭に比して弱い。多項質は、寒流一摂氏三百度以上の際に、石炭中の気発分が抜けてできるものであり、結果的に炭素の純度が高まり、 高温度の燃焼を可能とする。一般的な収量は、歴生炭程度の品位の石炭100に対し20程度、重量比で、残部は副産物、灰燃焼灰、灰分となる。寒流時に、コークスロガス、経油タール、コールタールが副産品として得られる。これらはそれぞれに、燃料や化学合成用原料として用途があり、コークスロは、 古くから石炭化学工業の原料転換工程としても重要である。有効成分を含んだガスいわゆるコム、コックスオーブンガスはコークス焼成に再利用されるなどしている。コークスには石油生成から作られるものもあり、石油コークスと呼ばれる。蒸圧蒸流残油や減圧蒸流残油などの重質油をコーキングという熱分解処理を行った時の残差である。 石油コークスには、一般に、石油コークスと称される、ディレードコークス、ディレードコークと、コーキング装置から採取されたそのままの生コークス、ローコーク、さらに生コークスをもう一度焼いて、揮発分を除去した過小コークス、カルサインドコークとがある。また、コーキングの方法によっては、フルードコークス、フライドコと称する、粉状で燃料に使用されるものも製造されている。なお、 石油コークスは、用途上、硫黄分、金属分などは、好ましくない。そのため原料油は低硫黄分のもので、バナジウム、ニッケルなどの重金属分の少ないことが望まれる。また、高溶岩山油では、コーキングの全処理として、直接水素化脱流装置にかけられ、脱流及び脱メタルが行われることもある。製鉄においては、石炭が持つ硫黄分は、 鉄の品質低下を招き、コールタールやピッチは、航路の高温燃焼を妨げるため、石炭が直接航路に投入されることはなく、航路の燃料には必ずコークスが用いられる。石炭からコークスを、還流生成する、コークス炉を併設している、製鉄所が多い。低品位石炭に、鉄鉱石を配合した、フェロコークスを、日本の JFE スチール、西日本製鉄所、 広島県福山市が2020年に量産開始を予定している。航路内での還元反応を促進して、エネルギー消費や温暖化ガスである二酸化炭素の排出量を抑制する効果を見込んでいる。その他、夜勤材料、鋳物、合金鉄用燃料、カーバイド工業の炭素材、アルミニウム製錬用等の電極、検索材原料に使用される。活性炭、 活性コークスとして、コークスロガスの生成に利用されることもある。燃料用としては、寒地での暖房、高圧ボイラー、また特に強い火力が好まれる中華料理や、丸鍋、すっぽん鍋の店舗で使われることでも知られる。中華料理店では、屋内の厨房ではガスにとって変わられてしまったが、屋台、店頭などでは、今でもコークス燃料のコンロが見受けられる。 家庭での燃焼環境では大量の一酸化炭素が発生するために一酸化炭素中毒を避けるため換気に注意が必要である。1970年代頃までは関東以北の小中学校の教室の多くでは主にコークスを燃料としたダルマストーブが暖房器具として利用されていた。また、日本の自治体のゴミ焼却炉の補助燃料として 1980年から1990年頃には、コークスを使用50から1 0 0ラム、t ゴミしていたことがあった。これは、コークスの価格がネックとなり、1990年代半ば過ぎには、ほとんどが都市ガスを燃料とするものにとって変わられた。2000年代以降、セルロースや可燃ゴミの還元雰囲燃焼で、バイオコークスを生成し、 燃料としてが違反するような試みもある。コークスロガスはコグとも呼ばれる。原料単100に対し約40重量比が発生する。主成分は一酸化炭素で可燃性であるが有害である。かつては都市ガスの成分となっていたが、その毒性から2010年以降、日本国内の都市ガスとしては利用されていない。かわって、 火力発電の燃料として利用され、製鉄所内の自家用発電用や、売電用として利用されている。なお、製鉄、製工所では、コールガスも同様の用途に利用され、混合ガスとして利用される例もある。タール、コールタールと経由は、原料炭100に対し、約40、重量比が発生する。石油に比べると方向属化合物、 石炭酸に象徴される多く含むため、トルエン、ベンゼンなどの原料として使われてきた。製品故障にタール系と付くものは、これらコールタールに由来する、したものである。タールを再度研究雰囲気で加熱して炭化したものを、ピッチコークスと呼ぶ。石体コークスより、炭素純度が高く結晶構造の制御が可能な、ことから、電炉の電極用炭素棒などに利用されている。 その他、ガス生成時の副産物、硫化水素、硫酸アンモニウムとしての硫酸など、化学原料の供給源として重宝されている。コークスを生成する際に発生する、タールなどの有毒ガスに長期間暴露されることによって、肺がんや皮膚がんの発症率が著しく高まる。コークス工場で働くと、後に肺がんになる人が多いため、労災職業病の一種とされている。 福岡県北九州市のコークス工場では、元作業員の男性が肺がんを発症して死亡したため、工場に対し8500万円の損害賠償を求める訴訟も起きた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。